はいいよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の図形シリーズ第36弾やっていきましょうで問題が3問ありますのでまず一回動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますそれじゃあ画面下げますお待ちくださいよ は、もうちょい、これかな。よし、じゃ、やっていきましょう。で、ちなみになんですが、えっ、ー、と、この内容はですね、円周角の定理、そして三平方の定理をがっつり使う問題です。で、まあ、今年、今、二千二十年にとっているんですが、えー。コロナのね、関係で、その円周角と三平方が受験の範囲から削られてる。都道府県の方もいらっしゃるんですよね。で、もし。 あの受験に出ないんだったらやんなくていいやっていう方はあのごめんなさい再生してもらって申し訳ないんですけどブラウザバックで消しちゃってもらって構わないです、まあ、個人的にはねあのこの2つはあの中学のうちにやっといてほしいなっていうのもあるしあと受験でね出るところもあるんでこう取り上げてるんですが、まあ、そこの判断は皆さんにお任せしますではまず情報を確認していきましょうえ半円です、まあ、円の半分ねスパンって切って円の半分になってるで AB が8ですここ全体で8 でえっと AB 上に点 C がありますとで、角 ABC が30度 ABC だからここだねここは30度ですって。でもう角度で30度が出てきた時しかも三角形がちゃんとあってね出てきた瞬間にあこれは三角定規のやつ使うなってもう思ってください。まあ結局使うんですけどどこで思うかって30度じゃないですか。 ここまっすぐ下ろしてる垂直な線あっ<れ>ねだからここ 90° 度なんだよねってことはここ60じゃないですかだからもうこの瞬間に306090の,30 60 90の,あの3と三角定規かになってるからでしかもこれ全体が8だからここ4でしょ ?1 つの辺の長さが分かればここもここも出せます出すことができる それが2番なんだよね。普通で、あの、最初に自分書いちゃうんだけど、癖で。ちょっと2番の説明なくなっちゃうから、そこでまた説明しますね。では、まあ、この状態でやっていきましょうと。で、1番が証明です。え三角形 ABC なんで、引いておきましょう。まず、こいつね。ABC。ここ、大きいやつ。えこいつと EBD なんで、こっちの右側の。えこれの相似を求めたいと。で、ちょっと ABC ひっくり返して書き出しちゃいますね。ABC が、 こうなってて、A、が上か、A C B、です今ここねこの三角形ちょっと大きさはちっちゃくしちゃったけどこれをくるってしてる感じでこいつとここの EBD これねちょっと形を合わせましたでえっ、ー、と相似条件3つね皆さん習ってるわけですけどちょっと出しておきますテロップで相似条件相似条件の方が実は合同条件より簡単ですなぜかっていうと使うものが角度か 変化っていう、そのアイテム。まあ何個使うかはね、決まってるけど、角度か変化。で、しかもですね、えっと、受験に出てくる掃除の証明、80%以上が2組の角で勝負します。変の比を使わない。ことのが圧倒的に多い。まあ使うのもあるよ。あるけどね。で、実際今回も角度で勝負です。で、その見分けの付け方は、変の比っていうのは当然変のね、長さの比を比べる必要があるので、 辺の情報はいっぱいないといけないんだよね。で、今回この8しかないんだよ。もう絶対足りないから。で、もしかしたら問題によっては辺の長さ全然書いてないのもあるんで。いいかなあ、もうこれ見た瞬間に角度だなと思ってください。で、まず1個目はここです。右下。ここに関しては、えー、共通ですよね。同じもの使ってるから、ここ。だから、ここはもう同じ共通の角ってやつです。 でもう一個どこで勝負するかっていうとここですこことここつまりここね、えー、ここ90度になりますなんで,でかっていうとこれが円周角の定理でまあ、習ってない方はね、えー、と予習がてら聞いてくださいシンプルです円があります円。で、円の中に外に三角形を入れる内接するって内側に接するって書くやつ 内接こうやってくっつくの三角形、まあ、どこにも作れるじゃんか。その三角形のうち、一辺を直径にします、円の。あ、中心とる直径ね。直径を一辺にして、こうやって三角形を円に内接させたと内接させたとき、必ずここ90度になります。円周角の定理で。だから今この辺にあるから、まあ、こんな感じだよね。こう来てこうなってるでしょ。これ絶対90度。こっちでも、 ここは90度ですっ円周角の定理ねだからこれを使えばああこう90度じゃんあ二組の角度一緒じゃん OK じゃんっていう流れで終了あとは書いていきましょう、まあ、この辺はちょっとね書く作業なのであの倍速にしてもらうとか早送りで見てくださいあのまあ照明の書き方不安な方はねあのみんな一緒についていきまし,ついていきましょうついてきてくださいまず1行目です 宣言します今から俺は私はこの三角形について考えていきますと間違ってもこの部分に掃除マークこれね、まあ、合同の証明だったら合同マーク書いちゃダメではここにそれを書いた瞬間に罰だからね、まあ、俺だったら罰部分点は上げないですこの授業までやらかしたらっていうぐらい大事、まあ、宣言するで、えー、まあ順番はいいんですが、まあ、ここから共通後でもいいかじゃあまずここ行きましょうこれが 90° 度なのは、まあ、水線引いたからだよねでそれはもう過程っていうか問題文に書いてあるから ま、家庭よりでいいでしょう。問題文に書いてあるからね。仮定より、ここ90度。えっ、ー、と、EDB か。角く EDB。イコール90度。で、えっ、ー、と、まあ、番号振っておこうかな。わかりやすいしね。1番。で、次、この90度。ここね。ここに関しては、まあ、書き方いろいろあると思うんだけど、AB が直径で、ね、円周角の定理使ってるから、まあ、そのまま書いたらいいと思う。 AB は直径かつ円周角の定理よりみたいな感じ。ちょっとごめんね。定理よりここが90度。でまあ合わせたいね EDB と順番合わせたいので,でこれ一回一回確認がめんどくさかったらここのアルファベットで比べな。 EDB って左右真ん中でしょだからこっちも ACB ってしてれば確実にここさえ間違ってなければ一致するから ACB イコール90度いいかなで、えっと、これが2番、まあ、これはね1に書かなくても流れで寄ってでいいんだけど、まあ、12より、えー、角 EDB イコール角 ACB まあ、イコール90度は書いても書かなくても良いかと思います。はい、3番。これね。で、あとは、これ1個終わったんで、右下。で、これはもう共通な角だから、同じものをね、使ってる時は共通なって言葉を使ってください。もし同じ辺を使ってるんだったら、共通な辺よりっていう。辺、角より、こっち、e、EBD にしようか。角。 EBD イコールはここ見てもいいし、まあ、ここに書いてるけどね ABC だよね。書く ABC 順番合ってるね。EBD あ、あってるねでこれが4番。で最後、えー、合同条件書いていくんですが今の3番4番を使うので3番4番より、えー、と合同条件じゃないごめん相似条件だわ。えー、2組のの。 がそれぞれぞしい。で、さっき、あのー、日の方はねほとんど使わないって言ったんですけど絶対覚えておいてね出ないわけではないので2組の角がそれぞれ等しいのでここで、えー、掃除条件いったから掃除ってことが言える最初に言いたかった三角形 ABC ここで掃除マーク始めてね三角形 EBD と。 今回はこれがゴールなのでこれで終了となります。いいかな。まあこんな感じでやってください。で二番ね線分 D e の長さでございます。ここねこ,この長さ。でこれはまあさっきねえー、と途中までやりかけましたけど、ちょっとこっちに書き出そうか。えー、こうなってる。これ三十かとか三十六十九十度三角定規のやつです。 で、これは三平方の定理っていうところで習うんですけど、この三角定規は辺の比が決まってます。一番短いところが1、長い滑り台の部分が2、一番下の部分、ここがルート3です。1対2対ルート3って決まってます。いいかなで、今、この部分、下が4って分かってんだよね、ここ。ここは4です。で、出したいの D、縦の部分、まあ X にしときましょう、ここ。だから、この2つ、右は使わないです。 こことここを使って比例式比の式ねを立てますでどう立てるかっていうと順番どっちでもいいんだけどじゃあ x と4使おうか、えー、x 対4イコールこっち対こっちをしたから同じく1対ルート31対ルート3とするでこの比の式比例式っていうやつはなかなか外外もしくは外外なかなかがルールですでほは外外やろうか外と外を掛け算ね掛け算 するとルート 3x なかなか掛け算すると4であとこれ解きます。両辺ルート √3 で割りましょう。ルート3分の4。ただし、えルートは分母に残しておくとまずいので有理化します。有理化もちゃんとやるかちゃんとやるとね。有理化っていうのは下にあるルートを同じものを上と下にもう1回かけます。こうやって。 そうするとルートの特徴でルートって同じものをかけるとルート外れるんですよ2乗になるからだからルート3るルート3は3なのねルート5るルート5は5ねだからつまり3で上が4ルート3くっつくからルート3は右に書いておきましょうのが綺麗だねこれで終了いいかなでえー、っと最後でございます一応センチメートルも書いておこうかセンチメートルと。 最後はちょっと、まあ、難しいっていうけども解けるようになってほしいんだけど <laughs> え、三角形 BCD 引きましょう。ここですね。ここ。ここです。こいつ。こいつを、えー、っと、AB を軸として、ここね。これを軸として、ここをくるくる回したいと。その時の、まあ、回転体ってやつ、回した体積だからね。を求めなさいと。 でまあ、これはこのやってもいいんですけどずっとね回転体は中1か一年の時に習ってるんですがちょっと待ってね3番大体回す時縦にこうやって回すことが多いんで軸ちょっと縦にしちゃいますねで今状況がまあちょっと図の汚さは許して、まあ、こんな感じかなここに B があって C があって D があってこいつを回したいとこういう感じで、ね、くるくる回すと。 で、もちろんですねこれでできた形を一発で体積は求められませんどうやるかっていうとこっから真横に線を持ってきますこうやってでそうしてまずちょっと重なってて見にくいと思うんだけど一番でかいやつつまりこいつですこれを回したものくるくる回すとこれは円錐ができます これを回すとちょっと高さがずれちゃったごめんよこうやって円錐ができるこいつの体積からここは余分だよねもともとない部分だから青これも書き出しましょうかこんな感じこれもくるくる回すこれももちろん円錐です回すとただ高さがちょっとへこんでるっていうこんな感じかな こいつの体積を引けばいいんですそうやって求めていくのじゃあ長さが必要なんだよねここは4って分かってるんだけどここの長さが欲しいわけ今こうやって下ろしたからここここが分かれば頭も解けますあ、もちろんここもだねこことここだが欲しいでこれはどうやるかっていうとですねまず気づいて欲しいのが元々これ半円使ってますけど、まあ、円ですよね 円が出てきた時はやっぱ半径の長さがよく使います。どこかっていうと、ここ半径で4です。ここも半径なんだよね。中心から出てる。ここ4なんだよ。ここ4。そこで何が気づくかっていうと、これ4と4だから、この黒く塗ってる三角形は二等辺三角形なんだよね。二等辺三角形ってことは、ここが30度なら、ここも30度なわけだ。まずここに気づけるかどうか。30度。 で、そうすると、ここが30、30だから、ここは60だよね。あの、外角の定理使うと。もし外角の定理がピンとこなかったら、30、30でしょだからここのさ、こっち側ここの角度を180から60引いて120度じゃん。120の隣だから60度で OK。で、ここ60度出たら、水線下ろしてるから90、30、また同じなんだよね。30、60、90が出てくる。 つまり、1対2対ルート3になりますい。さっきのこれね、これこれ。1対2対ルート3。今2の部分が分かってるから、ちょっと比はやんないですけど、ここ2です。1対2対ルート3で同じように式立てると。で、この部分は、ちょっとこれ消しちゃおうか。分かりにくいね。ここは2ルート3になります。長さが。ってことで、求めたかったやつが出てきました。じゃあ、まず赤のでかい方から求めます。これ 今ここが2 3です。ここだからねここが2だからここの底面円の半径が23ですいいで高さはここねここもともとこれ起こす前だからさじゃあ4と2だから高さは6じゃああとは体積求めますで体積の求め方は底面積あ今下の面積円の面積ねやっちゃおうか 円の面積は半径かける半径かける π です。2ルート3かける2ルート3かける π。2ルート3と2ルート3かけると、えっ、ー、と、12だね。だから、12π かける高さが6。で、今、円錐っていう尖ってる形だから、3分の1かけます。体積の求め方気をつけてね。円柱って言ってずっと円の柱になってたら、3分の1はかけない。ただ、錐 尖ってるやつは体積は三分の1をかけます。でこれ計算すると 24π となります。下で下のこの部分は同じだね。ここだから結局今ここねここ使いたい。2ルート3使ってここは半径2ルート3で高さがここだから2だね。高さが2とじゃあ同じようにやりましょう。底面積は2ルート3かける2ルート3かける π なんで同じく 12π。 かける高さが2これも水尖ってるから3分の1計算するとですだから最後24から8をね引いてちょっとごめんなさいねこういう感じで書いちゃうけど 24π 引く 8π して 16π、えー、立方センチメートルでこれであーちょっと入んなかったごめん。 ズルします。はい、<laughs> これで終了となります。あの回転単位に関して、この回すやつね、回転単の、ちょっと待って、回転体の体積に関してはもうよく出てきます。受験では。で、えっともちろんこの形ね、シンプルに三角形を回して円錐で体積、これは絶対できなきゃらね。これはもう復習でできるようにして、これは。で、こういう風にちょっと凹んでるというか形を崩したやつも 大おっきない円すからちっちゃい円錐をくり抜く引き算するっていう発想で解くパターンも非常に出てきやすいのでまあ1番とかのほのね照明とかの部分も含めてになりますけど是非復習してもらって自分の力で解けるようにやってみてください。ではえ今回はね図形シリーズの第36弾やらせていただきました。